津田信須は、安土桃山時代の武将、小田氏の練習、近江大海大水曹主で、摂津大阪城代、署名は信重、通称を七兵衛、尾張の戦国大名、小田信秀の三男、小田信勝の嫡男として生まれる、去年に諸説あり、このために、少年は確定することができないが、小田信長の甥いにあたり、その嫡男であるいとこの小田信忠とはほぼ、 同年代であったと考えられる。工事3年に、父、信勝は、無本の企てを起こしたとして、おじ、信長によって暗殺されるが、子供たちは除名され、信長の命令により、柴田勝家のもとで養育された。関西重州諸家不当で、永禄七年正月に元服して、津田七兵衛信娘を称して、津田氏を名乗ったと記されているが、これは誤りである。元気二年。 沢山次郎を引き渡して、織田家に振った浅い死休心、磯野和正の養子氏となった、磯野生を名乗っていたかどうかは不明。天正二年二月三日に、美濃岐府城で開かれた、信長主催の茶会にお通り衆の、ご坊様として出席し、三月二十七日に、信長が、東大寺正倉院の乱者町を切り取った際にも、十五部行の津田坊と、 まだ同盟で呼ばれているので、養子になるという約束だけで正式な縁組はまだ行われていなかった可能性はある。天正3年7月、磯野和正と共に、越前一行一期生伐に従軍した。これが信澄の初陣であろうから、天正2年夏から翌年夏までの間に、信澄は減服したと推測される。越前一行僧との戦いでは、柴田勝家、 には長秀ととばを破って5、五、六百の一騎勢を切った。同年九月二十五日、京から帰宅家の吉田金美を地層して、信長への取り次役を務めている。十月二十七日、金美が信長に礼賛した際には、信澄が沈没を披露した、安土城にある殿を田信澄屋敷跡、大手道を挟んで、殿森なりり帝と隣り合う。天正四年一月十四日、 信澄が高島軍より上落したことが確認されるので、磯野家の所領に住んでいたことがわかる。同年1月、丹波八条城の旗の衆士が離反したので、黒井城の戦いで苦戦する明智光秀の救援に不縁したが、結局、光秀は退陣を余儀なくされた。天正六年2月3日、磯野和正が信長の失跡を受けて、突如高野山へ出奔したため、その所領、 高島軍がそのまま信ぶにあてがわれ、新城城から移って、明智光秀の縄張りで新たに城を築いて大溝、城主となった。また、大溝城下に、比叡山延暦寺の飛び地境内にあって陛下に焼けた、大善寺の別院を建立してその回帰となった。以後は、津田あるいは、織田政を名乗っており、他の連氏衆と同じく、信長の側近としての務めと、 信忠配敗下の遊撃軍団の一員としての両方の活動を行った。同年4月4日、小田家当主、信忠に付き従い、石山本願寺攻めに参陣。8月15日の安土城における相撲工業では、堀秀政、賀茂氏里、青地洋江門門らと共に武業を務めた。9月に、信長が津田総休宅を訪問した際にはこれにグーブした。それから10月から翌年11月までは、 荒木村重討伐に従軍し、会場した節維民城には信巣が置かれて、村重の正室ら一族37名を捕らえて、京都に故装する役目を負った。また、この頃に、信長は、明智光秀の娘と信巣とを結婚させている。天正7年5月27日の安土修論の、時には、敬語役の一人だった。天正8年8月の石山本願寺からの一行。 胸の退場の際に、大阪に下校して、剣士、やべ家貞を敬語した。以後、大阪に上中し、八そか宣教師は信ぶを、大阪の司令官と称している。天正9年正月15日の詐欺帳2月27日の、京都大間揃えに参加。練習の参加者で信ぶは5番目に、名前が挙がっており、10期を引いて更新した。これは叔父信金と、 重帝信鷹と同格の扱いである。4月、泉国の県地に逆らった牧代寺の僧侶800名を、信長の命令で、皆殺にした後、5月10日、信須、堀秀政八谷頼隆、庭長秀、松井勇敢で、ガランの部材を見分して、使いそうな部材は没収し、その他の同等、僧帽を焼き払った。また6月、信須は、高島軍の国衆、 タゴサコンエモンのゴウチ種として召し抱えているから、高島軍の一触支配権を委ねられていたと考えられる。信澄は9月の伊賀攻めに、重廷、北畠新井の指揮下で従軍。鎮圧された後の10月、信長信忠が伊賀国を見分した際にも同行した。おそらくこの時、信ブは信長に、山和国の廃領を直訴したが、信長に、 山和国は新国であるといめられ、拒否されたと伝わる。天正十年、公衆攻めでは、信忠の指揮下に入らず、信住らは信長に従って、後から出張し、3月19日に上諏訪の北家寺に、陣を構えた武将の中に、名が見える。土佐国の長祖壁元地下と信長の関係が、決裂して、5月7日に、重帝の神部信孝を総対象する。 四国遠征軍が編成されると、庭長秀、八谷頼高、信須の三名が副将として付けられ、十一日、信須は住吉で四国に都会する準備に入った。また、二十一日に、安土の信長は、京都から境に向かうという徳川家康の大阪での接待役を、庭長秀と信須に命じている。六月二日、衆都の光秀が、京都の本能寺、明覚寺にいた、 信長信が、を襲撃した、本能寺の変が起こった。四国遠征軍は、翌3日が、淡路都会の予定であったが、急遽中止される。信澄が光秀の娘婿であったことが災いし、市中には、無本は、信澄と光秀の凶暴であるという事実とは異なる。噂が流れており、疑心暗鬼に囚われた信ぶと長秀は、5日、のぶを襲撃して、 大阪城千岸矢倉を攻撃した。信ぶは防戦したが、庭家,家臣、上田主康によって打ち取られた。無本人の汚名を着せられたまま、信鷹の命令で、堺の町外れに、さらし首とされた。去年は25とも28とも言う。詳細は、本老寺の変を、三照母の所在も法名も伝わっていないが、 現在、信ぶが会期となった大禅寺には供養墓と異例の石碑が建てられ、6月5日の明日には供養が行われている小説、ありがとうございます。